それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回はフォーナー法ということで、フォーナー法のアルゴリズムとそれからそれに付随するアルゴリズムで十進二進の数の変換というのを取り上げました。で、今日はその多項式や多倍長数の加算とフォーナー法に引き続きまして、多項式や多倍長数のまず乗算から取り上げていきたいと思います。でまず、セクション 2.3.1 ですね。テキストで言いますと、21ページの末尾から22ページに入るところですので、テキストのある人は、一緒に見ながら確認してください。で、1変数多項式の乗算という話をします。で、一応この授業ではいろんな計算のアルゴリズムや計算量の見積もりを示すということですので、まずこの例題から見ていきましょう。で、これは、整形数の多項式2つ持ってきたんですけれども、AX は3次の多項式、それから BX は1次の多項式。これを掛け算するっていうんですね。で、こちらに筆算の例を書きました。一応ここではXN 乗とかですね、XI 乗とか、それからプラスの記号は全部省略しております。とこのように、例えば A の多項式 A の係数ですね、公式から並べて、それから B の係数もこのように並べておりますので、間違いないように見てください。でそうしますと、基本的には、この掛け算、多項式、チェーン素多項式の素朴な掛け算というのは、掛けられる多項式ですね、今回は AX に、掛ける方の多項式、BX の、係数を1個ずつ、掛けていくと。で、最後に、それらを、加えるという操作であることが、わかると思います。ですので、基本的には、この BX の各係数を1個ずつ取り出して、それを順番にこの AX の係数にかけていく操作の繰り返しということになります。で、一応それをまとめますと、このような形のアルゴリズムで書くことができるでしょう。ちょっとすみません、下の方が切れてしまいますけれども、入力がその AX は K 次の多項式、それから、BX は M 字の多項式で表されていて、で、出力は CX、これは K プラス M 字の多項式とします。で、処理の中身を見ていきますと、まず、最初、最初の1行目では、これは C の i ですね、この CX の係数に一応0をバーッと代入しておきまして、で、2番目のステップで、実際の掛け算を行っております。この i が0から k を動くというのは、これは、この a のですね、次数分だけ、動くんですけれども、その中で、さらに、フォア分が重なっていて、今度は j が、0から m を動きます。これによって、A の、B の係数ですね、この場合は B の係数に、この A の i と順番にかけていって、それを新しい係数とするということで、でちょっとすみません、下の方隠れていますけれども、最後は多項式、出力の多項式 C を出力するということになります。で次に、その計算量の見積もりをするわけですけれども、一応ここでは、整数の加減乗除を単位として、計算量の見積もりを行います。多倍長数の掛け算などは、本当は必要なんですが、まだやっていませんので、これからやりますので、とりあえずは数が、桁数がどんなに大きくても、整数同士の掛け算、加減乗除を1回ということに関して数えてやっています。
で、そうしますと、まず、この計算量の見積もりでは、その代入は無視するということにしておりますので、まあ、1行目のには特に計算は発生しておりません。で、2番目の、2行目ですね、2行目のところが実質的な計算で、まずループ、法文がありますので、ここでのループが発生しています。で、回数は i が0から k まで動きますので、まあ、k プラス1回のループが発生するということですね。で、その中で、次にこの、まあ、2行目の a のステップで、今度はその j に関する繰り返し、ループが発生しております。で、それも j のループの回数も数えますと、0から m までですので、m プラス1回ループが発生してますね。で、あとはそのループの中身で、その指則演算が何回行われているかということなんですが、ここで見えますように、まず aji と bj の積で掛け算が1回。それから、この積をその c の i プラス j に加えるというところで、足し算1回ということで、まあ、合計でその足し算1回と掛け算1回発生するということになります。で、3番目は、まあ、リターン分ですので、特にその指則演算には関係ありません。というわけで、合計の指則演算の計算量は、まあ、きちんと計算すると 2×k プラス 1×m プラス1と。で、これを、まあ、ラジオで、上階で評価すると、オーダーの km ということになります。まずここまで理解してください。よろしいですか。で、この k と m っていうのは一体何だったかっていうと、実はこれ入力多項式の実数だったわけですね。ちょっと今スライドから消えてしまいましたけれども、k が a の実数で、m が b の実数でした。ということで、その一変数多項式の乗算に関するその整数上の計算量、演算回数は、この入力多項式であるその ax と bx の実数の積に比例すると言えます。で、ただ、先ほども述べましたように、まあ、同じその整数の積といっても、その1桁の整数の積と、あと100桁の整数の積では、計算機でのその計算量というのはちょっと当然違って差が出てきます。ですって、ワード、まあ、ここで言うとそのワード単位の計算量の見積もりをしないと、その、なんでしょう、入力多項式の整数の桁数も含めた計算量の見積もりっていうのが、まあ、正しくは、比較的正しくはないということになりますので、この次に、今度は多倍調整数の、計算量の、まあ、見積もりをしていきたいと思います。まずここまででしょうか。はい、ということで、まあ、まず一変数多項式の、まあ、アルゴリズムと計算量の見積もりを行いまして、で次に、まあ、今度は整数を、まあ、多倍調数も考慮して、計算量の見積もりを行うんですけれども、まず最初に行うのは、その片方が多倍調の整数で、もう片方が単精度の整数の場合の見積もりをしたいと思います。で、その前に、最初にですね、まず単精度整数同士のその乗算の際の、ルールをいくつか定めておきます。これは、まあ、x と y が、まあ、整数の時のことを考えるんですけれども、その時のですね、桁数がどうなるかっていうのを一応確認しておきます。すなわち、整数 x が n 桁で、整数 y が n 桁だったら、その積っていうのは何桁になるでしょうかと。というと、まあ、皆さんすぐ、分かると思いますけれども、まあ、xy だと、まあ、2n 桁、まあ、たかだか 2n 桁になるわけですね。で、これを同じことを、まあ、計算機上のワード数で考えますと、まあ、桁数もワード数も本質的には、同じ考え方ですから、1ワードの整数と1ワードの整数、この場合はまあ、符号なしの整数と考えて、符号なしの1ワードの整数同士をかけたときに、その掛け算の結果は大きさはどのぐらいになるかっていうと、まあ、2ワードになると。ですので、その1ワードの整数2個の積の結果を正しく保持するには、まあ、2ワード分のメモリが必要ということを確認しておきます。
で、そこで、今回このテキストではこのような演算装置を用意することにします。入力される整数はこの x と y ですね。x と y をかけるというのをまずやります。で、x と y は、こちらにありますように1ワードで与えられているものとして、で、その積 xy というのが、まあ、この2ワードとして、ここの、まあ、補助演算装置と呼ばれるところに、その上位のワードが代入入っていくものとします。で、ここではさらに、この xy の積に、もう一個、1ワードの整数 z を加えた操作までを含めて、行うということを考えます。そうしますと、xy ですね、積 xy に2ワードの数 xy に1ワードの数 z を加えまして、で、その結果が、まあ、2ワードの数になるということで、その時の計算結果の上位のワードを、まあ、ガンマと置いて、下位のワードを w と置くことにします。で、そうしますと、これを、まあ、普通の整数の式で表しますと、今行った計算操作っていうのは xy プラス z なわけですね。で、その計算結果が、上位桁がガンマで下位桁が w ですから、上位桁というのは実質的にはこのガンマの2の n 乗倍なわけです。ですので、ガンマの2の n 乗倍プラス w という形で、結果が出てきたことにします。で、これを w とガンマの、こういう組でですね、表すことにします。までいいですか。xy プラス z で出てきた結果の下位桁を W として上位桁をまあガンマとしますということで、この括弧で区切って表したときには、その、なんでしょう、表示される順番が逆ですので注意してください。本来は下位桁が W ですので、で、それをここではその下位桁の方を先に括弧の中に記入しています。までいいでしょうか。はい。で、まあ、そういうですね、演算機ですね、計算機のルールを作った上で、まず多倍長整数と、それから単精度の整数の乗算を1個考えてみましょう。で、ここでは、A と B をかけるんですけれども、まあ、どちらも A と B は本来整数なんですが、A は多倍長数ですね。ここで A は4ワードの整数とします。で、B は1ワードの整数、まあ、単精度の整数ですね。で、この掛け算を見てみましょう。実際にやってみましょう。そうしますと、先ほどの、ルールに従いますと、まず、B に、A0 をかけます。そうしますと、一番下の桁は、まあ、A0 かける B で、その上位桁が、まあ、ガンマ1という桁になるわけです。で、このガンマ1は、この次の上位の一つ上の桁のワード値としてなりますので、まあ、まあ、掛け算でいうその繰り上がりの対象になるわけですね。で、次にその次の桁ですね、2ワード目の桁の掛け算を考えますと、まあ、B に A の1を掛けるんですけれども、この A の1今度はそのここに掛け算の結果が入って、で、これにそのガンマ1ですね、この桁上がりのガンマ1が加わるという形になります。で、この2ワード目での桁上がりをガンマ2とします。で、3ワード目では、B に A3、B に A2 をかけて、で、下からの桁上がり、繰り上がりのガンマ2を加えるということで、これを、この時のその、繰り上がりをガンマ3というふうにしますね。で、最後、その 4ワード目の桁では、B に A3 をかけたものに、下からの繰り上がりのガンマ3を加えると。で、それで最終的にここの桁での繰り上がりは、まあ、ガンマ4になって、で、最後、この計算結果の、一番上の桁が、まあ、ガンマ4になると。まあ、そういう仕組みでその計算が進みます。ここまでいいですか。まあ、繰り上がりが起こっていますけれども、繰り上がりが起こっていることは、大体、その、我々が普段使っている十進の掛け算における繰り上がりと、まあ、ほぼ
同じことをやってると思ってください。で、一応今の操作をアルゴリズムにまとめますと、まあ、テキストにもありますがこのような形になります。入力は、A として、K ワードの多倍長数ですね。A0 から A の K-1 と。それから、B は単精度で、符号なしの単精度の数を与えたものとします。で、それで C としまして、K プラス1ワードですね。K ワードの数に1ワードの数をかけると、まあ、一般的にはその結果というのは、K プラス1ワードになりますから、その K プラス1ワードの数 C を返すという形のアルゴリズムを作ります。で、最初に、ガンマ0に0を代入しておりますけれども、これは、以前、その多倍長数の加算の時にも出てきたと思いますが、一番下のワードでその下からの桁上がりはないということをないですので、まあ、便宜的にこういう処理をしておきます。それで、この2のところですね、この2の第2行で、ここでその先ほど説明したその各桁ごとの掛け算を行っています。i が0から k-1 ですので、ちょうどこの a0 から a の k-1 にこう対する掛け算を行っているということですね。で、実際にこの i 番目の a の i 番目のワードにこの b をかけて、で、それにこのその下のワードからの繰り上がりを加えるという操作をこのような形で表しております。で、これをまあ、掛け算を続けますと、最後、この k-1 ワード目ですね。k-1 ワード目での繰り上がりが、この k ワード目の値になりますので、これをまあ c の k に代入すると。で、最後、この、k プラス1ワードか、k プラス1ワードになったその計算結果を返すと。いう形で、計算が終了します。ここまで大丈夫ですか？はい。ちょっと映す人がいたらちょっと待ちます。はい。で、その計算量の見積もりですね。今は、ワード単位の四則演算ので計算量を見積もることにしましょう。と、そうしますと、まずこれ2行目で、繰り返し不破分が発生しておりまして、そのループの回数をいつも通り数えますと、まあ、i が0から k-1 の間を動きますから、ループは k 回発生します。で、じゃあその k 回のループの中で、そのワード単位の四則演算の発生する回数を見ますと、この ai×b というところで乗算1回ですね。それからガンマ i を加えるところで加算1回。発生しますね。で、まあ、一応規則演算として発生するのはこのぐらいですので、まあ、合計を見積もりますと、まあ、2K ということなんですけれども、上階を見積もると、まあ、定数で見積もると、ラジオの K ということになります。で、K というのは実は、入力となる、整数 A の長さを表していましたので、この K というのはこの A の長さということで表すことができます。ということで、一応ここで分かることは、その多倍長数と、あと単精度の数の乗算の計算量というのは、多倍長数の方の数の長さに比例するという点に注意してください。では一応これを踏まえて、今度はその多倍長整数同士の乗算を考えたいと思います。で、先ほどはその A として多倍長整数を取ってきて B として、まあ、単精度の数を取りましたけれども今度は B にも多倍長の数を取りました。でただしここにありますように一般的にその A と B のワード数というのは必ずしも一致しなくても良いものとします。もちろん一致していても構いません。でこうして見てみますと、まずこの A と B のですね、各ワードの積の形に分けて、筆算で表しましたが、皆さんも気づくと思いますけれども、先ほどこの授業の最初の方で見せた、多項式、一変数多項式の、乗算の筆算によく形が似ていることがわかると思います。
というふうにとこの多倍長数同士の乗算というのは実は先ほど見せましたその多倍長数と単精度の数の掛け算の繰り返しで表せるということが分かると思います。実際に最初の段階ですね、この最初の段階ではこの多倍長数 A にこの多倍長数 B の下のワードの B0 をかけたものをまず計算しますね。で次に同じく A に今度は B の上の桁の B1 をかけた結果をこうが出てきます。で最後にそれぞれのその多倍長数と単精度数の数掛け算の結果をこう順に加えていくことでこういう形で計算結果が得られております。はい。ちょっと質問が出たんですけれどもちょっと待ってくださいね。アルゴリズム多倍長数と単精度数の乗算でステップ3はck プラスガンマ k ではないですかという質問が出たんですが、ちょっと確認しましょうね。一応ですね、そうか、最初にそうか、本来はこの C0 から CK、最初っていうのは、このアルゴリズムの最初段階で、この C0 から CK には、初期値として0を代入しておくべきだったかもしれませんけれども、もともと入力の値は、A が K ワードなんですね。ですので、A は A の0から A の K マイナス1までは値があります。ですので CK にはもともと値は入っていないはずなんですね。K プラス1ワード目ですから。ですので K プラス1ワード目っていうのはもう K ワード目の乗算の桁上がりが入ってくるだけなので基本的に CK にはガンマ K が代入されただけで、されるだけで問題はないはずです。そういう回答でよろしいでしょうか。一応質問してくれた人は匿名だったんですけれども。ということで、もし疑問がありましたら、この授業の後また相談してください。はい、ありがとうございました。そこで、そうですね。で、じゃあ、多倍長数、ごめんなさい。これもタイトル違いますね。これは多倍長整数同士の乗算でしたね。の例題でしたので、ここもタイトルを直しておいてください。で、先ほどの、話を踏まえまして、多倍長整数同士の乗算というのが、このような形になります。で、一応、これ、それぞれのアルゴリズムの中でですね、この多倍長単精度乗算っていうのは、先ほどこの前の段階で定義しました、アルゴリズムを呼び出して使っているということに注意してください。ここではまず、そうですね、これは、最初の桁ですね、最初の桁を計算するのに、まずこれを一回、読み出しておりまして、で、次、2桁目以降は、この前の計算結果に前の桁の計算結果に新たな計算結果を加えるという形の繰り返しになっております。ここまでいいでしょうか。で、その計算量を順番に見積もっていきますと、
まずこのステップ1のところで、この A と B0 をかけるっていう操作がありました。で、ここは、乗算が、ちょうどこれは、A は、この場合 A は多倍長数で、B0 は単精度の数ですので、乗算は A の長さ分だけになります。で、次に、ステップ2では、やはりループがありまして、フォア分で、で、ループの回数は M プラス1。m マイナス1回ですね。すみません。ここもちょっと訂正しますね。m マイナス1回でして、で、その中で、それぞれ、その、計算量なんですけど、まず、多倍長と単精度の乗算、a と bi の乗算で、ここがその、a の長さ分だけの計算量になっております。で、今度、ここで、その、多倍長の加算を、行っておりますけれども、この加算の計算量はいくつかっていうと、加えるそのこの数ですね、この数の結果が A の長さ分だけありますので、ここでの加算の計算量は A の長さ分ということになります。ここに注意してください。で、最終的にそのどういう結果になるかというと、ループが M プラス1回で、で、加算と乗算がそれぞれその A の長さ分だけ の計算量でしたので、そのラージオで評価す とこれはM かけるその A の長さということになります。で、これループ M はループの回数のオーダーですね。で、この M っていうのは実は何だったかっていうと、この B の、長さを表していますので、これは A の長さと B の長さの積というふうに表すことができます。どうでしょうか。すると結果としまして、その多倍長数同士の、その計算、整数同士の計算量というのは、その、それぞれの数の長さの積に比例するということができます。大丈夫ですかね。はい。じゃあ次行きましょう。で、じゃあ一応このセクションの最後に剰余突き序断というのが説がありますので、まあそれについて簡単に触れておきます。で、まず整数の剰余突き序断については、これは皆さんよく知っていることだと思いますけれども、整数は剰余のついた序断ができるということで、これをまあ、A の B による、まあ、序算という呼ぶことにして A 割 B と書くということですね。この辺は、まあ、よくご存知だと思いますので、さらっと触れておくことにします。で、その際に、いくつかその名前がありますけれども、A と B と Q とあるですね、これは A が B に Q をかけて R を加えたものに等しいという場合なんですが、そういう序算の時なんですが、まあ、A を、まあ、非助数、それから B を助数、それから、あと Q は小ですね。で、これは小の英語のクオシエントの頭文字でクオと呼ぶこと、今後はそういう時書くことにします。それから R は常用ですね。リメインダーですね。これも、囲碁ではその A モード B というような書き方をします。で、あと、その小と乗用を同時に求める計算のことを一応テキストではその A 割る B の結果矢印をまあ Q と R の組に代入すると、まあ、こういう書き方をがされますので注意しておいてください。で、次に多項式の乗用付き序算についてまあここはさらっといきましょう。で、多項式の乗余突き序断なんですが、まあ、ここではその A と B というのをまあ一変数多項式として、であと BX をモニック、すなわち主係数が1ということにします。で、これは次数については A の次数が K で B の次数が M
で、A の次数が B の次数より等しいか大きいということにして、で、ここで A を B で割ると。AX を BX で割るという、除算を行います。で、そのアルゴリズムなんですけれども、まあ、基本的には、これ皆さんがですね、筆算で行う、その多項式の除算をそのまま書き下した形になりますので、まあ、それ以上ちょっと説明は結構煩雑になると思いますので、皆さん実際に多項式割り算を一回やってみてですね、でそれをアルゴリズム、このテキストにあるアルゴリズムと比較して、でアルゴリズムの各計算されている部分がその実際に手でやっている筆算のどの部分に対応するかっていうのを直接確かめてください。で一応アルゴリズム の書式を表しますと、まあ、AX が、K 字の多項式ですね。で BX は M 字の多項式で、モニックですので、一番最後、すなわち最高次の係数を1と置いております。でこれに対して、まあ、出力として、Q が小ですね、 K-M 字、それから RX が徐用ですので M-1 次という出力を出す、返すようなアルゴリズムを組みます。で一応このアルゴリズムですね、書き下しますと、まあ、こういう形になりますけれども、実際にはこれ皆さんが筆算でいつも普段やってる多項式の常用の月の除算そのものですので、一応各自でその確かめてみてください。だからこの辺の計算が、実際にその筆算で引き算をしている部分にこう相当することがを、まあ、確かめてほしいと思います。一応序断については今回はあまり深くは入らないことにしますが、何か質問などありますでしょうか。はい。で、で、おまけなんですけれども、前回やりましたその組み立て除法ホーナー法に関する補足を1点だけしておきますと、まあ、ここで補足しておきたいのは、その組み立て除法をですね、ホーナー法を皆さん、一部の人はすでに習って、だと思いますが、この組み立て除法というのが、実は小も同時に計算しているということを指摘しておきたいと思います。これ前回の授業では例題としてこの AX としてこういった公式ですね、余事式、こういう余事式をに X0 として10を代入したという計算を行いました。で、これはまあ徐用の定理からそのこの A の10、この A の10というのは、この AX を X マイナス10で割った時の乗与だということも確認しましたけれども、実は、この時の小というのが、この赤い箱の中に、現れております。これは、その AX を X マイナス10で割った時の小なんですね。ですので、具体的に多項式の形で書くと、5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス5288になります。ですので、多分気づいていない人もいるか、いなかと思いますが、まあ、僕もやれるまでは気づかなかったんですけれども、この組み立て除法をやっているときには、この小も同時に計算していたということを、まあ、もし機会があったら各自確かめてみてください。実際にその割り算をやった時のその小の形と、それからこの組み立て除法をやった時のここに出てくる式がですね、一致していることが分かると思います。はい、ここまで何か質問ありますでしょうか。あと、最後ですね、2.4.2 に、多倍長数、整数の乗与付き除算という説がありますけれども、まあ、テキストでもあまり深く扱われていないようですし、時間の都合もありますので、
ここでは省略させていただきます。ということで、今回の授業のまとめです。今回は一応一変数多項式の乗算ですね。それから多倍調整数と単精度整数の乗算について扱いました。それを踏まえて多倍調整数同士の乗算のについて、まあ、以上のアルゴリズムと計算量の話をしました。それからあと整数の乗用付き乗算とあと多項式の乗用付き乗算についての解説を行いました。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃ一応次回はですね、第4章の方に入ります。第4章はユークリッドの誤助法を中心としたいろいろなアルゴリズムや計算を扱いますけれども、ですので一応今日で第2章までが終わったということにして、で一応第3章は飛ばして第4章に進むということで、今日テキストを配布しましたので、各自先の方をちょっと見ておいてください。じゃあ一旦これで今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。